こんにちは、ライムです。今回はこちらの限定プレミアムクエストホワイトマッシュルームについての性能解説いきたいと思います。最近ね、続いてますね、収穫金メダルで、ハートレス型のねメダルが続いていますけど、まあホワイトマッシュルーム、これ告知来た時点でまあ攻撃的なハートレスじゃないので、まあバフかなと思ってたんですけど、まあ案の定ですね、案の定です。はい、内容が全体攻撃で一旦の間自分に全属性防御バフ4段階と、敵に全属性攻撃デバフに上書きするといった効果で、あと HP 大回復とゲージ5回復がついてるといった内容になってますけど、まあ防御バフに敵の属性攻撃デバフかになってるんですけど、まあ今の環境でそもそもあの防御バフとか属性攻撃デバフ使って、まあ、耐久するかどうかっていうと使わないよねっていうところがまず大前提で来ちゃうので、そういったところで考えると、でこの HP 大回復とゲージ5回復についても、これって帰り X で済むっていう話なので、帰り X とかシオン EX で済む話なので、EX 回の方じゃなくてもね、ただの C4EX 回 DX でも済む、これができちゃうので、必要かって言ったらうーんだよね。はい、今の時代も現環境で耐久自体がちょっと難しくなってる、敵の攻撃力とかが、まあ、だいぶインフレしてるし、まあ、敵自体に、まあ、13機関イベントなんかやってみると分かるんですけど、サイクスのイベントとかもね、この間のサイクスとかその前のなんだっけ、その前のやつ忘れちゃったけど、そう、でもね、それに関しても敵自体がもう攻撃バフ7段階とか属性攻撃バフ7段階とかしてくる状態なので、しかも仮にね消したとしても敵のターンになってなったら7段階付与した状態で来るとか全然意味ないんですよね。下げてもどうせ相手がやってくるしみたいな、どうせバフつけてくるしみたいなところで、まあ全然耐久させる気がないんですよそもそも。なので、まあ正直これは全然必要かと言われれば全然必要じゃないですと答えざるを得ないよね。これがもうちょっと生きるクエストを出してるならともかくね、生きるクエストないもんね今。これさね、これが例えばさ、次の13機関イベントとかで、まあ、がっつり使えるぜっていう性能だったら、まあ、めちゃめちゃおすすめしてますけど、特にね、美課金の方ね、中課金くらいの方とかは、まあ、かなりおすすめしたいところですけど、これ実際ね、耐久メダル今使えないからね。っていうことで、せっかくなので、ちょっと本当に試しに使えるのかどうか試してみようかなと思います、今回。使ってみた動画ね、ホワイトマッシュルーム使ってみた。で、今日あと4時間で、今日月末なのであと4時間で終わるんですけど、マンスリーマセキクエストの最後、レベル2500の相手に、果たしてホワイトマッシュルームを使って耐久ができるかという、はい、これ上書きというところがまあポイントですけど、うん、相手に属性バフが、仮に7段階ついていたとしても、このメダルを使えば一気に、7段階落として、さらに属性攻撃バフをマイナス2に持っていくことが可能といった内容ですね、上書きなので。ただこの上書きについては、カイリー X 回とシオン X 回にも実はついてますね。はい、まあさすがに皆さんご存知かと思いますけど、なので、まあ、今のところ属性攻撃バフは最大で、まあ、カイリー X とかも含めてこの3枚だけでマイナス2段階2段階デバフが最大となってますので、はい、まあその属性攻撃バフデバフ2段階がどれぐらいの効果かはまあ実際まだやったことないんでわかんないですけど、とりあえずこんな感じのデッキで一回やってみようかなと思います。まあ何の変哲もない普通の耐久ですね、耐久でゼクシオンメインに耐久していこうかなと思ってます。多分これで足りる、あーでもちょっとね若干攻撃デバフが足りてないんだけど、攻撃でも4段階くらい足りてない。本当はビクセンとかの方がいいのかな。まあいっか、とりあえずこれでやってみましょう。これで耐えられるのかな。
せめてこのホワイトマッシュルームにカウントプラスとかついてたらよかったんですけどね。カウントプラスもないんで、ほんとどこ向けの線。まずここでやってみるか。ここで耐えられなかったらもうあれですよ、フォートレスクラブの攻撃なんてまず耐えられないと思うんで。あ、でもゼクシオンがあれか、2ターン持続するからあれか、2ターン目に一応攻撃。おい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 、待って、まあ一応まだ様子見、まだわかんない。ゼクシオンの効果が最大ではないので2ターン目以降だね。耐久は2ターン目以降からですよ。ここから勝負は、ここから。さあどうだ。おおおおお、耐えてない耐えてないこれボスに行くことすらなく、もう結果分かっちゃったじゃんマジかマジか。でまあこんな感じだよ。これ一応だってガードエクセル 100% なので、今一応現行最強のガードスキル、まあガードエクセル2は考えないようにしてますけど、まあ 100% スキルで考えると、このガードエクセル 100% 積んだ上でやってあげてもこんな感じか。これ以上硬くするのであれば、攻撃デバフをもう一段階、ワンチャン攻撃デバフもう一段階上げれば耐えれるかもしれないけど、まあこんな感じなんですよ。で雑魚的でこんな感じなので、多分ボスの攻撃だと多分耐えれないと思うんだよね。まあ今雑魚3人いるからっていうことも一応あるんですけど、まあ一応ここまで来たから、一応ボスまでやってみようか、せっかくだし。多分別にね、この後ろのメダルで全然倒せると思うんですけどさ、普通にこうやった方が早いっていう全然あれだよな、やる意味ないよなこれ。まあとりあえず結局使ってないっていう。ボスまで行ってみよう。問題はそこからだ。バリアマスターか。バリアマスターか。忘れないで、私がいつでもそばにいること。あ、硬い。これ敵一体、雑魚敵一体残してるのはさすがに耐えると思うんだよな。まあでもこれだと別に耐久になってないんだよな。敵一体残して時点で耐久になってないんだけど、多分こいつの攻撃ぐらいならさすがに耐えると思うんだよな。うん、まあ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 、さすがに耐えるよな。ここは耐えた、欲しかったもん。さすがにこれは耐えるわ。忘れないで、私がいつでもそばにいること。はい。ということ、あー、取り巻きがいんのか。まあ、そりゃそうだよな。普通は大体取り巻きいるもんね。13機関イベントも取り巻きいるもんね。そっか、普通にいるよな。忘れないで、一応やりますよ。多分どうだろうな。でも最初の雑魚的でよく考えたら耐えれなかったので、まあ、普通に耐えれないとは思う。これで耐えれたら謎すぎる。うん、まあまあまあ、そうでしょうよ、そうでしょうよ。で一応2ターン目以降もやってみますけど、2ターン目以降で攻撃デバフが6段階になるので、
シルバーハンマーボディのカウントが危ねえな、これ。はい、これで耐えてみましょう。さあ、どうかな。ん、お、うん、まあまあ予想通りといった感じで、まあそんな感じですよ。これぐらいの魔石クエストのレベル2500のクエストになっちゃうともうね、耐えれない。ガード X、 まあ今の感じ多分ガード XL2 が発動すれば耐えれたかなっていう感じですけど、ガード XL2 編成もね結局運ゲーになっちゃうので、うん、でところを考えるとな、まあもっと硬くする方法は、まあ先ほども言った通り、これ以上硬くするのであれば、属性攻撃バフか、バフじゃねえ、ごめん、敵の攻撃デバフか1段階さらに持って、でかつ普通の防御バフね、ただの防御バフを、7段階まで持ってあげればワンチャン、ワンチャン耐えるのかなってぐらいですけど、まあちょっと厳しいかな。うん、これ無理に収穫金するほどの性能ではないですね。もともと収穫金してるような人だったら別にいいとは思うんですけど、うん、やっぱ収穫金メダルもね、引いた方がいいメダル、強いとか弱い結構はっきりしてますね。この間インビジとかはかなり強かったんだけど、あとミゲルとかもね、ミゲルに関してもまあカウントついてる敵に対してはまあかなり強い性能だったんですけど、まあやっぱ尖ってる、何かしら尖ってる性能じゃないとってとこだね。うん、まあ属性防御バフの上書きメダルっていうのは今までなかったんで、新しい性能っちゃ新しい性能なので、まあって感じですけど、今の環境ってやっぱ合ってないね。2500で耐えれないからね。これが例えばこのまあコーナーのクエスト、コーナーのクエストっつってもあれだもんね。よくよく考えたら、ほら13期間のイベントに関しても最大レベルで5000いくからね。5000超えちゃうとね、今のレベル2500で耐えれないんだから、それレベル5000も耐えられないよねっていう話でですね。まあ本当に初心者かな。でも今星7メダルもね、普通にガチャ1回回せば星7メダル確定で1枚出るわけですからね。ギルト5か今出るので、でところだよね。それならもうそのギルト5のメダルさ、使って攻略した方が早くねっていうか強くねっていうね、とこだよね。はい。で例えばしかもコロシアムもね、今もうこうレベル3000とか超えちゃうからね、普通に。それ考えるとな、本当にですよね。でこれが、うん、これが多分2000位3000位の方でもね、レベルもう2500余裕で超えてると思うんで、コロシアムじゃまず耐久もできないだろうしな。コロシアムは本当に一回一応コロシアムで試しにやってみる。多分全然耐えれないと思うけど。ダメージ確かベラボーじゃない、ダメージ、これで耐久できたら逆にできんのって感じだけどまあ無理でしょうね、3700レベルだからね。うんうん、しかも毒までついてるね、一応2段目で、敵のね攻撃バフも6段階まで落としてみます。さあ今見た2万9000とか出てた今無理です。しかも毒まで、毒のおまけ付きっていう感じなので、まあコロシアムもまあどこまでいけるか、まあ多分途中までなら使えるでしょうけど、
それにしても多分ね、普通にあの今出るあの星7メダル適当なやつ使った方が絶対強いし早い使うまでもないって感じだね。別に本当に耐久メダルあえてやる必要もないって感じかな。あのやっぱ環境変わったね。本当にもうなんか火力でどうにかする系のね、13期間メダルも だいたいそうだった。ゼクシオンはまあ確か耐久できましたけど、うん、ほとんどがあの火力でもうどうにかしようみたいな環境になっちゃってるので、まあ、この先、まあ、何かしらねまた耐久できるようなあのクエストとかボスが出てきてくれれば使えるかもしれませんけど、まあ、現状ではちょっと別に、うん、いらないかなっていう感じですね。まあ、ただ少なくとも次のハイスコアメダルのボーナスメダルとしては 18% かな。ハイスコアメダルって 18% メダルにはなるから、うん、ハイスコア美課金だけどハイスコアメダル欲しいなって方はね、まあもう本当ハイスコアメダル引き換え券的なところあるからね、収穫金メダルって正直。はい、って感じです。まあもちろんなくても全然いけるんだけどさ、他のメダルさえ揃ってれば、うん、ってところなので、まあおまけだね。収穫金この限定メダルがついてるときはいつもの収穫金よりも1400ジュエルがお得になってるので、まあ普段から収穫金してる人にとってはね、もうこのホワイトマッシュルームの方がおまけで、まあジュエルの方が本命なんじゃないかなっていうところがあります。はい、といったところでね、まあこれもしこれ見てでも欲しいなって思う方がいたらね、これあの今から課金収穫金してももちろんもらえるので、はい、まあいいかなと思います。あと PVP のね回数上限を収穫金するとアップするのでってところになりますね。まあ実際やっぱや使ってみた動画をやるのもまあ悪くないかな。これで実際の性能わかるもんね。ただでもよくよく考えるとこれバフメダルとかできるけど、攻撃メダルだったらあれだね、星7に進化しないとならないっていうねハードルがあるからできないんだそれつくづく今の環境ってなかなかちょっとねとっつきにくいよね。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。